またルスタニア兵が。よいよ、この村は終わりなのか。諦めてはならぬ。お主たちは必ず私が守ってみせる。今の行いを神の御前で申し開きできるのか。さっさとタイに戻れ。お前はあの時のお坊ちゃん。お主はルスタニアの暴れん坊。エクバターナで会ってから3年か。お前よく生きてたな。真っ先に死ぬタイプだと思ってた。まあなんとか。無礼は謝罪する。あの者たちは部下なのか。ああ、正体を預かっている。あの時とは立場が真逆だな。ルシタニア人はもうパルスの奴隷にはならない。奴隷しない。お前がしなくてもアンドラゴラスやアルスランはしただろうよ。パルスの愚民どもは悔い改め、皆イアルダボート教に改宗しなければならない。もしもわた、どうぞ。取り得ない。イアルダボート教に触れればその偉大さがわからないはずがない。人は平等というのならなぜエクバターナに攻め入ったのだ。何、パルスの奴隷制度を差別というならパルスの民たちへのルシタニアの行いは何と説明する。何をわけのわからないことを言っている。は異教徒だから差別していいのだ。イアルダボート教の者に存在意味はない。いつぞやはお前を人質にして逃げ延びることができた。その借りは今返してやる。ここから去れ。この辺りは他の隊も通る。うろうろするな。分かった。報告は以上です、殿下。ありがとう、ナルサス、ダリュン。一刻も早く母上をお助けせねばならぬが。だがいずれにしても我々は少数すぎる。どうやって味方を。今までの国政において条理に合わぬことをなくす。殿下が将来そうなさることをパルスの民にお示しになるのです。王位の正当は地によらず政治の正しさによってのみ保証されるのですから。それもそうだが、もっと直接的な策略があれば。失礼ながら王者たる者は策略や武勇を誇るべきでは。それは臣下たる者の役目です。まずは殿下の目指されるものを明らかに抑え、それが叶うよう我らは努力させていただきます。感謝する。よろしく頼む。まずはカシャーン城塞を目指しましょう。ホディール卿の助力を得られればこの先動きやすくなるはずです。追手の数は500機といったところか。使徒多いな。100機までなら俺一人でもいいな。ナルサス卿、ヒーブの戯言など相手になさらぬことじゃ。殿下、辛抱くださいまし。間もなくダリューン卿がディール卿の援軍を連れてまいるはずです。お見事。カシャーン城塞まであと少しだ。こんなところでルシタニア兵とはね。ダリューン卿がカシャーン城塞へ。今頃城主のホディール卿に助力不要。ダリューン卿が援軍を連れて戻るまで我らで殿下を追うのだ。
門が開いた。誰が腕はひどいものじゃ。都を荒らし、信仰、文化を焼く、すべてを貧乏するイアルダボート神のため。ここにいた、もう逃がさんぞ。敵の数が多いゆえ、ダリュン卿の心配じゃない。あの御神のこと、万に一つもないと思う。ファランギース殿、万に一つもないのであれば、代わりに俺の心配をしてもお主のことはつゆほども心配しておらぬから、安心するがよい。逃げられたら困るよ。あの門は、いろんなものと違うな。我々だけでこそもない。ダリューンの援軍をここで待ちましょう、天下。兵の力を束ねれば、あの門も破れるはずです。ルシタニアの野営地がこのようなところに。急いでここを抜け、殿下と合流しなくて。罠が作動したから何かと思えば、パルセスどものお出ましか。兵をここで失っては殿下に合わせる顔がない。急ぎ助け出さねば。確か西側に、嬉しくも味方のところに。侵入者だ、やっちまえ。一人だが手強いぞ。問題はこの連中と合流する気だな。そうはさせんぞ。早くホディール卿の兵らを助けよう。おお、ダリューン様、救援ありがとうございます。俺と会ったのが運命だ。殿下の元へ急ぐぞ。よくも好き勝手やってくれたな。このまま行かせはせんぞ。今日のところは引いてやる。覚悟しろ、アルスラン。このままではいけない。弓兵を束ねて攻撃す、燃やせそうですね。今こそ示せ。よし、これで先に進めよう。殿下を早く見つけねば。行かせるか。殿下、サリュー、遅くなりました。援軍を連れてまいりましたぞ。いらっしゃませぬ。これでしまいだ。早速手を借りるぞ。あの門を壊すには人手が必要でな。力を貸してくれ。気に援軍だと。あの黒い戦士、ダリューンか。勝利をつかむために。気をつけろ。道が開けた。ダリューン、あと少
し遅くだ。俺たちは奴らの神の身元へ召されておつま。予期せぬところで敵にぶつかってな。さあ殿下、カシャーンへと参りましょう。応援を受けて調子づきおって王太子を逃がすな。かからない。封鎖されています。指揮官の大都合、そやつを得たら追っては瓦解しよう。勝利をつかむために。あなたこそ真のマルダーンです。お見事です。敵の指揮官が健在で追っては止めません。急ぎ。私は引かない。よし、どうにか逃げ切れそうだな。みんな、よく殿下を守ってくれた。それにホディールの兵のおかげで助かった。カシャーンに着いたら礼を言わねば。よくぞこのホディールを思い起こしてくださいました。感謝いたしますぞ。いや、お礼を言わなければならないのは私の方だ。先ほどの援軍感謝。もったいのございます。殿下、私ましてはアトロパテネの敗北を知り、国王陛下と王太子殿下のご安否を気遣っておりました。ですが、私一人の力ではルシタニアの大軍に復讐戦を挑む術もなく、ただ心を痛めるだけでございました。自らの無力を歯がゆく思っておりましたところ、ダリュン殿が我が居城を訪れ、この私を殿下への忠誠を解をくれたのです。時に殿下、私には娘がおります。年は13。もし殿下のおそばに仕えさせていただけるなら、娘にとってもこれ以上幸福はございません。それでこれはおつもりですか。こうしている今も苦しめられている王都の民たちを救わねばならない。私は自らの志と誠を示し、援軍を集めるつもり。おお。そのためパルスの政治で弱性を正すつもりだ。まず奴隷を解放し。なるほど、それが殿下のお考えですか。ああ、賛同してもらえるだろうか。もちとも。さすがは殿下、革新的なお考えをお持ちだ。では殿下はこちらのお部屋へ。待て、私は殿下のあれるわけにはいかぬ。そう申されましても。ダリュン、ここは仕方あるまい。何かありましたらすぐにお知らせください。わかった。あの男どう思う。ホディール卿の狙いは娘を新王の妃とし、外籍として牽制を振るうことらしいな。本心が分かったからには放任しておいてよいものではあるまいな。彼の戦力を考えれば、できれば今敵に回したくはないが。うわ、殿下。いや、バルコニーを渡るなど危険な。扉の前に衛兵がいたので仕方なかった。それでホディールは何と言ってきたのですか。私に二つの条件だ。一つは自分の娘を私の妃とすること、もう一つは奴隷を解放するなどというパルスの伝統を打ち砕くような過激な改革は慎むこと。それで殿下はどうお答えになりましたか。すぐには返答。